インドといえば、実は世界で一番ウイスキーが飲まれている国としても有名ですが、近年では作る側としての評価も高まっています。そんなインドから、世界中のどのシングルモルトブランドも成し得なかった、発売2年目で10万ケース以上の販売を達成し、驚異の成長率 599% を記録したウイスキーがあるのをご存知でしょうか。それがピカデリー蒸留所で作られるインドリです。このインドリが世界で最速成長するシングルモルトとして2021年の販売以来、世界中で様々な賞を受賞してきました。日本でもインドリシングルモルトウイスキー DRU が東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2023で金賞を受賞しています。ちなみに DRU はサンスクリット語で木製の容器を意味し、古代インドの神話では神々に捧げられた容器でした。そんな爆速で成長をしているインドリの中でも、スタンダードウイスキーとして販売されているインドリトリには、バーボン樽、ワイン樽、PX セリー樽の3種類の樽で熟成されていて、これに加えてインド特有の気候も加わることにより、豊かなフレーバーと繊細な味わいとなっています。公式ホームページのテイスティングノートによると、香りは穏やかでまろやかな香り。バーボンオークのバニラと蜂蜜、ヨーロピアンオークのスパイスの効いたタンニンが続き、最後にレーズンとシェリーの甘い香りが加わります。味わいはエレガントな豊かさ、滑らかで温かい口当たり。優しいスパイスと木の特徴が現れ、ナッツのフレーバーと焦がしたパイナップル、シトラス、レーズンのヒントが続きます。インドリトリにはアルコール度数 46% で1本8580円で販売されています。東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2023で金賞を受賞したインドリシングルモルトウイスキー DRU はアルコール度数 57.2% で1本12980円で購入できます。2024年は日本でもインドウイスキー旋風が巻き起こるかもしれませんね。